早川町山梨県の西山温泉慶雲館705年創立の、歴史的な旅館です。で、夕食なんですけれども、お名前何でしたっけ。石川さん、はい、よろしくお願いします。で、食前書の方でございますが、こちら花輪酒でございます。その後ろに先付けでございまして、かぼちゃ豆腐でございます、はい、で、四角い器の中は前菜となっております。上の方、緑色の器の中は鶏の南蛮漬け、はい、その下、右の方に行きまして、オレンジ色の器の中は2種のキノコの鬼おろしがけ、その下に行きまして、ムカゴのチーズ寄せ、はい、で、そのお隣にアマゴの有田煮で、この黒いクニャクニャってした魚。そうでございます、お魚になっております。あ、はい、で、一番の左端が大黒しめじのけんちん焼きとなっております。あと、これから先のお料理の方は順を持ってお持ちいたします。どうぞごゆっくりとお召し上がりくださいませ。すいません、このアマゴって地元で取れる、取れたものなんですか。地元というか山梨県内のものでございます。ありがとうございます。いただきます。お飲み物の方はこちらグランコーシューがついております。はい、そうですね。はい、こうやって壁、あの、こう、ここにも慶雲館って書いてますね。ありがとうございます。で、そちらは深山コンソメ仕立てとなっております。深山コンソメ仕立て、はい、2種類のキクラゲが入っております。で、この白い丸のオフでございますね。あと、中に2種類のキクラゲと、あの、ちょっと透明っぽいのがキクラゲでございます。やっぱりここら辺だと山菜とか、あの、そうですね、はい、そういう山の、はいはい、キクラゲもですね、はい、山梨の産でございます。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方はお作りでございます。左上にですね、赤根松でございます。左上が赤根松、右下がさつき松でございます。松と書いてあります。はい、この下にあるのが、はい、それが川魚で赤根松でございます。赤根松と、これがそれはシソですね。いや、違う、これは上と下は同じなんですか。同じでございます。あ、で、こっちが右の下がサツキマスでございます。サツキマス、はい、サツキマス、サツキマスです。そして右上に 青大豆ですね。青大豆湯葉、左下にしだれ湯葉で、湯葉と川魚でご用意させていただいております。これ何て読むんですか。あ、ニノブの湯葉ですね。はい、ミノブ町でというところにですね、名前、名、あの、地名です。はい、ミノブで作られている。はい、そうでございます。フォンデュ仕立てでございます。温野菜の味噌、はい、味噌フォンデュ仕立て、これね、はい、で、こちらはお味噌、チーズ、生クリーム等入ってございます。下の方には甲州牛のお肉が入っております。あ、お肉があるんですね。はい、奥様の方は別物でご用意さいただいております。で、これは、おそば、あ、どんぐり麺と申します。どんぐり麺、はい、どんぐりを粉にしたものでございます。どんぐりコロコロのどんぐりでございます。はい、で、これは普通っていうか、あの、はい、漬け麺のようにお召し上がりいただきます。はい、ありがとう。そば粉は入っておりません。つなぎの方は小麦粉でございます。いただきます。ありがとうございます。こちらでいかがでしょう。はい、どうぞ。え、これ何なんですか。ヤモメのお魚ですね。ヤモメ、ね、あ、こうしたとて、あ、ここにあるんだ、はい、ヤモメの、ヤマメです。ヤマメっていう魚なんですか。そうでございます。川魚になっております。へ、こ
これをそのままもう塩焼きになってるんですか？あの有塩焼きと申しまして、砂糖みりん等に漬け込んで焼いたものになっております。あ、じゃあそのまま食べればいいんですね。漬けて食べることないんですね。わかりました。よろしかったですか？はい、はい、はい、それでは失礼いたします。はい、あ、この口直しの巨峰シャーベットって、はい、これの前に食べるべきなものなんですか？そうです、あの大物の後にですね、はい、大物とどんぐり麺の間にお口直しというものがございまして、じゃあその順番で食べさせて、はい、今回はそのようにでございます。はい、ありがとう。がお肉の甲州牛でございます。甲州牛、はい、甲州牛でございます。塩タレの方でお召し上がりいただきます。なんか肉の種類、はい、種類がそれぞれ異なります。失礼いたします。これお品書きで A5 ランクですね。 A5 ランク、はい、甲州で、あの山梨、うん、そんないい肉あるんだ、甲州牛、うん、で奥様の方はこちら二階の大葉焼きでございます。何の大葉焼き？二階でございます、うん、アワビの二階でございます。どこアワビ？これアワビ、はい、手前の方ですね。あ、口から見えでございます。それでは火をつけさせていただきます。こちらお野菜を先に乗せていただいてよろしいでしょうか？はい、お野菜からお願いいたします。はい、ありがとう。はい、いちぼ、いちぼ右か、右か、これがいちぼね。右の方からいちぼ、はい、肩ロース、新玉、はい、ももとなっております。でこれは富士山からの溶岩で、はい、もう取ったらいけなくなってるんですね。そうですね、世界文化遺産に登録されましたので、はい、もう取らなくなっております。いただきます。で焼き加減の方はお好みでございますが、おすすめはミディアムレアでございます。はい、了解です。でこちらの方は温かい湯気が出てまいりましたら蓋の方を外していただきます。これ火を、あ、失礼いたしました。はい、失礼いたします。ちょっとこれ開けさせて、はい、ご飯の方はレンコンご飯です。レンコンですね、はい、レンコンは見通しが効くと言われておりまして、縁起物のご飯と言われております。で赤だしの方は山梨名物のほうとうが四角に切って入っております。あとお信仰でございますが、らっきょうの方はワイン漬け、そしてべったら漬けと姫きゅうりとなっておりますが、姫きゅうりの方は少々ピリ辛となっております。べったら漬けっていうのは大根ですか？はい、大根でございます。いただきます。はい、どうぞ。こちらの方はデザートでございます。土地の実のケーキと冬柿のゼリー、そしてフルーツの盛り合わせとなっております。はい、土地の実のケーキっていうのはこの茶色のが土地の実ですか？はい、そうでございますね、はい、で フルーツはオレンジと、キウイですね。そうでございます、はい、ありがとう、いただきます。